や、びっくりしましたね。お前が残ればないやろと。僕の私生活とかってもうほぼ消さなあかんですよね。自分の人生をほぼカプコンに全部費やしてくださいみたいなお願いをされてるわけですよ。波動拳、皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本由樹です。今日もよろしくお願いします。僕が嫉妬するぐらい才能にあふれてた男、藤原徳郎がカプコンを辞めた話、あれはバイオハザードが完成間近だった、そんな時に辻元さんのところに僕が大事な話があって言ってた時に、辻元さんの口から出た言葉、徳ちゃんが会社辞めることになったんやと、お前残れっていう話だったんですね。いや、びっくりしましたね。その話の2週間くらい前から僕もカプコンを退職する話っていうのをしてまして、こういう理由で辞めたいんで辞めさせてくれっていう話をしてました。徳ちゃんにも実は相談に行ってて、僕こういう理由で辞めようと思うんやっていう話をしてました。その時に徳ちゃんは普通に聞いてくれてたんですけど、彼も腹の中で辞めようと思ってたんでしょうね。結果辻元さんに先に許可を取ったっていうか、僕はその交渉中だったんですね。いつ辞めたらいいんやぐらいの感じで、で徳ちゃんはまあ辞めると、でちょっと待ってと、少なくとも徳ちゃんは後出しじゃんけんし、僕が先に言ってるんやからお前が残ればないやろと思ったわけですよ。だけど、まあ、辻元さんが言うには、まあ藤原はああいう頑固なやつやから、言い出したら聞かんからお前が残れ、じゃあ俺は頑固やないんかと、俺は会社辞めますって言ったのがそんな簡単に覆されなあかんのかということを、まあ、すげえ思いました、あの時ね。でも徳ちゃんの話も聞いたわけですよ。カプコンのことを俺は愛してないわけじゃないんだと、ゼロから一緒に作ってきたカプコンを俺は愛してるんやと、だから俺が抜けた後ボロボロになってほしいわけじゃないんだ、もっともだと思うんですよね。でもめっちゃずるいっすよ。まだ辞めきれてない僕にカプコンがボロボロになるのを見たいわけじゃないっていうわけですよ。で辻元さんはお前が残れっていうわけですよ。お前が今週も両方見ろっていうわけです。アーケードだけでも手一杯で、趣味の自転車がもうほぼできないような状況になってる時に今週も見るとかって言ったら、僕の私生活とかってもうほぼ消さなあかんですよね。自分の人生をほぼカプコンに全部費やしてくださいみたいなお願いをされてるわけですよ。いや、めちゃくちゃ悩みましたね。まあ、当然のようにその頃カプコンは調子悪かったんです。いつ倒産してもおかしくないってことですよ。一つは僕が悪かったっていうのもあって、責任を感じてたのもあります。それは 3D への移行が遅れた。なんでかっつったら、これ 2D の対戦格闘がずっと売れてたんですね。もう 3D ですよ世間はみたいなことを言ってても移行がしきれてないんですね。アーケードの方の売り上げも落ちてきてる。でコンシューマーの方もアーケードの移植をするっていうのが仕事の半分は占めてたと思うので、余計に苦しくなる。あんまり売れないタイトルを移植する、だからあんまり売れない、そりゃ会社全体が苦しくなってますねと。でコンシューマーのトップをやってた藤原徳郎が抜ける。まあ、当然責任は僕らの方にもかなりあるので、それを、いやそれはもう知りませんわ、もう自由にやってくださいよカプコンさんこの後はというわけにも僕の中ではいかず、受けることにしたんです。ただ条件を2つ出させてもらってます。その時に1つは給与です。月給200万円にはしてくださいって言った。最低でも200万円してくださいと。まあアーケードとコンシューマー両方見るので、もうかなり自分の中で犠牲にするものも大きくって、部下も増えて飯も食わさなきゃいけなくって、とてもじゃないけど回らないと思って、最低でもこんだけくださいっていうのが200万円だったんです。もう一個が雑誌とかの取材を受けなくていいようにしてくださいと、という条件を2つ出しました。分かったと、両方あの条件飲もうって話で、僕はそのアーケードとコンシューマーの開発全部を、開発本部長っていうんですけど、開発全部の責任者になりました。まあこれあの2つとも文句あるので言います。僕がもし部下に月給200万に上げてくださいよって言われます、その理由が明確にある、まあ、そいつの格好も分かるんなら、僕やったら300出します。まあこれカプコンは最低でも200万くださいって言ったら、翌日から給料が200万になりましたからね。いやそんな分かる言ってること、最低でもいくらくださいって言って最低のとこ送って、それは最低やんか評価が、まあモチベは上がらんわなっていう、という厳しいスタートだったんですっていうのが一つ。で2個目の候補とか
の雑誌の取材とかっていうのはちょっと本当勘弁してくださいって。なんせそのクオリティが落ちるんですね。西谷明がスト2の雑誌の記事とかの構成をしなきゃいけない。なんでかって言ったら、それ分かるのは西谷明だけだからっていう理由で、取材の記事を毎週毎週書いていただいて、それの構成をしなきゃいけない。それ昼間ですね、全部それで埋まってるんですよ、時間が。まあ、それも見てたし、僕も それまでにそのちょこちょこ雑誌も出てたのもあるし、とてもじゃないけど今度できねえよと思って、それだけは勘弁してくださいと。もう全体見るのにクオリティが担保できません、分かったと。で結果はですね、ものすごい雑誌に出なあかんですよ。もう全然止めてくれてない、全く。誰がブロックしてくれてるのこれぐらい。もう何がひどいっつって、分かりました、じゃあ受けますよって言ったその日に、雑誌の取材1個だけ入ってるねえかって言われましたから、ね、もう全然聞いてもらってない。まあ、ちなみにその200万円っていう月給に関しては、その後のちゃんと毎年こう上がっていきましてですね、あの自分が納得するような金額にはなったんですけど、まあ、その後徳ちゃんが先に辞めてしまったってことに対して、本当にこういろんな思いがあって、徳ちゃんが育てた、徳ちゃんが愛した会社を任されたのかなぐらいの気持ちが僕にはあったので、かなり大切に育てたつもりでいました。で退職するまでの間にもまだまだね、いろんなこう面白い話があるわけですよ。でそれもちょっとずつ時間がある時にまたこうやってお話をさせていただこうかなと思ってますんで、またその時も見てやってくれたらなと思ってます。この話ちょっと面白いやんかと、続きの話聞かせてやということであればですね、ぜひ高評価ボタンをよろしくお願いします。インスタグラムやツイッターの方もそこそこやっております。よかったらフォローの方よろしくお願いします。最後までありがとうございました。バイバイ。